まあ幅広く使ってますよねこの言葉結構。そうですね、うん、戦えるっていうのは戦争のことですかねこれは。いやいやいや、まあある意味ね受験戦争というぐらいだから、はい、戦争では間違いでもないんですけど。お武田塾チャンネル。あと2ヶ月で今年終わりですよ。もう早いですね。あっという間ですね。この時期だとこう今からやって本当に間に合うんですかと、大丈夫なんですかっていうふうに不安になる子が結構多かったりしますよね。まあ間に合わせるしかないよね。そうですね。やっぱり今までやってきたことを信じて、うん、こう地道にやることが一番伸びると思うんで、はい、まあ、そのためにねもし何か困ったことがあれば、はい、まあ、相談してもらえればということで、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。山見先生、はい、今回の質問あるんですか？今回の質問はですね、うん、武田塾の動画によく出てくる戦えるってどういう状況のことを言うのですか、という質問です、うん、なるほど、はい、まあ幅広く使ってますよねこの言葉結構。そうですね、うん、戦えるっていうのは戦争のことですかねこれは。いやいやいや、まあある意味ね受験戦争というぐらいだから、はい、戦争では間違いではないんですけど。お、当たってた、はい、戦えるって言ってる頃って、はい、別に合格で取れてないですよね多分。そうですね、戦えるだから、うん、まあ一応問題解けなくはないけどみたいなレベルまで行ってますよね、うん、だから勝敗分からないけどとりあえず勝負にはなるレベルって状況ですよね、うんうん、ですね。まあ、物にもよるんですけど、うん、具体的に何割ぐらい取れたらいいとかありますかね。大体でも5割超えるかどうかじゃないですかね。それぐらいですよね、うんうん、まあ、大体6割7割ぐらいが合格最低点だとしたらまあ5割ぐらい、うん、まあ、4割でもまあ仕方ないかな。マイナス 1,2 割ぐらい合格点のって感じですかね。そうですね、だからその状況から今までの参考書もやり込んで完成度上げればいける、うん、もしくは分野別みたいに特定のものやってないからできてないけどそこさえ追加すればいけるみたいな状況になってればって感じですかね。そうですね、うん、まあ、自分で問題見てみて、うんうん、いやもうこれ全然歯が立たないなっていう場合にはやっぱりその自分のレベルをもう一つ上げるような参考書をやってからもう一回戦える状況にして戻したりとかですよね、はい。大体その武田塾 の、はい、その過去問を挑むために必要な参考書のルートが終わった状況が大体戦える、うん、まあ、最悪戦えるか微妙だけどなんとか気合でなんとかなるかなっていうのがワンランク下までっていう感じかな、イメージ。そうですね、まあ、戦えなくはないみたいな感じですよね。そうそうそう、うん、まあ、決め打ちすればなんとかなるかもぐらいという感じですね。はい、そうですね、はい、わかりました、はい、今回は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。